はい、ムッチ TV のムッチです。本日ね、ご紹介するのはこちら MacBook Pro に貼る保護フィルムです。すっかり忘れてました。すっかり忘れててね、奥さん連れてね、ケース電気まで買いに行ったのにね、ずっと忘れちゃってたっていう。本日ご紹介するのはこちらです。ちょっとくしゃみにした時にね、ピュッてなんかね、お汁が画面についた時に、あ、やべ、保護フィルム貼ってんの忘れたっつって買っといたのに貼り忘れたっていうね。ただね、この時期ね、保護フィルム貼るの結構際どいのよね。こうね、乾燥しちゃってんから、ホコリがふーっとね、くっついちゃうんですよね。だね、よくお風呂場で貼ったりなんつってね、昔ね、携帯のスマートフォンとかありましたけど、ちょっと今日はね、とりあえずこれを貼っちゃいたいと思います。で、本日のね、商品はね、サンワサプライさんの MacBook Pro レティーナディスプレイモデル用の、反射防止タイプ、映り込みを防ぎ作業を快適にという風にね、歌ってる商品です。前回のね、MacBook Pro に貼ってたものより、こっちのが、500円が高いやつ。高いからってなんてことないんだけど、こっちのがね、貼りづらいは貼りづらいと思う。前のは、気泡が消えるっていうようなタイプのを貼ってたんで、貼りやすかったと思うんですよね。前回の動画見てもらうとわかるんですけど。で、今回のはね、そういう感じではないので、ちょっと慎重に貼らないとめんどくさいかもしれないです。なんだかんだ言って、なんかサンワサプライさんの商品多いな。サンワサプライさん、ね、この動画見てたら、なんか、もしよかったら、レビューするんで、ガンガン商品送ってください。お願いします。YouTube のダイレクトメールでも、ホームページのから、メールでも、ご結構です。どんどん送ってください。はい、話は取れました。今回はこの保護フィルム貼っていきたいと思います。早速ね、貼っていこうと思います。前回のはね、13インチのだったんですけど、今回のはもちろん、MacBook Pro レティーナディスプレイモデルの15インチ用の、保護フィルムになってます。まあ、簡単に商品の方ね、紹介していくと、ここ書いてますね。全面保護。まあ今時は当たり前ですけどね、全面保護、この縁のとこもね、ガラスになってるんで、そこも全部保護してくれると。で、カメラのレンズのとこは、抜けてるのかな。あと光透過ね、光線透過率っていうのかな、フィルムの光を通す数値が高いほど明るく見えると 90% で、これはね、目に有害な紫外線をカットし疲れを軽減しますってことで 99% カットします。フィルムの厚さをコンマ2、外部から衝撃で液晶を守ってくれますよってことですね。はい、という商品にを今回購入してます。購入したのはあそこです。いつものケーズ電機さんね。こんなね、こういう安いって言ってもこれね、3000円ぐらいするのかな。このいう商品もね、ケーズ電機さんはこれ頑張れるって言うとね、細かいことはちょっと、いろいろあると思うんで言わないですけど、これちょっと、これと、この辺も買うから、ちょっとこう頑張れるって言うとね、全部頑張ってくれるんで、ケーズ電機さんね、ご利用してる方はぜひね、これ頑張れるって聞いた方がいいと思います。頑張ってくれるんで、端数切ってくれたりね、Mac とかね、Mac っていうか、Apple 製品とかね、値引きが効かないんだからね、こういう、製品に関しては、本当にね、安心サポートカードだから、ケーズ電機のカードあるんだけど、あれとは別に、あれ以上の割引をしてくれるってあるんでね、ケーズ電機に行ったら、とりあえず頑張れるって、この商品を手に取って、すいませんっつってお兄さん呼んで、頑張れるっつって聞くと頑張ってくれるんで、少しでもね、安く手に入れたい方は、やってみてください。はい、それではじゃあ、こちらの、保護フィルムを早速貼ってみましょう。ちょっとね、カメラのアングル逆さになってるんですけど、ちょっとこれ真剣に貼りたいんで、この、変な角度からで、すいません、ちょっとこの角度から見ててください。
じゃあね、これ開けていきます。入ってるものはね、このヘラだ。すごい、ふにゃふにゃのヘラ。うーい、ほんとにこれだけなんだね。余計なものが入ってない。よし、出すよ、出してるよ。え、待って、これ剥離紙剥がすとこないじゃん。どういうこと？よくさ、剥離紙剥がすとことかついてるの。これ、ついてない。え、どういうこと？これ難しいな。これ、こうやって作るね。ギター、つうか、貼るの前にこの剥離紙を剥がすのも大変じゃない？よし、行くよ、行くよ。あのね、サマーサプライズさんのすごいよくできすぎてて、逆にビタすぎちゃってんからね、大変なんだわ、合わすのが。よし、やりたいね。あー、ブルーも出た。結構残ってるよ。あー、でもやっぱ俺にはちょっと曇って見えちゃうかな。レティーナ感がなくなっちゃうかもしれない。ふぅ、やっと貼り終わった。でもね、あれだったな、俺やっぱ光沢のやつじゃないとなんかいまいち見えづらいな。確かに反射はしなくていいんだろうけど、それだとね、ちょっと見づらいな。はい、無事貼り終わりました。ちょっと雑な動画になっちゃったんですけど、とりあえず貼れました。変な反射感がないっていう。ほら、今ちょうど正面側がテレビがあるんですけど、それがこういう感じ。あの、くっきり映らないっていう感じかな。ぼわーっとは反射するから、ぼわーっと反射するっていうか、きっちり映り込まないから、鏡みたいにね、映っちゃって、確かにパソコンとか光、蛍光とか入って見づらいとかあるんだけど、確かに見やすくはなってる。ただ、レティーナディスプレイモデルの、この良さがね、若干欠けちゃう感じ。貼った感じで、確かに今ね、この辺、真ん中辺にほら光が入ってるでしょ。でもそれが映り込みが少ないから、まあ、いいと。まあでもだから、俺は今思ったけど、映り込みなんだよりも、光沢保護フィルムを買った方が良かったかもね。やっぱ前と一緒で。ただ目に優しいっていうから、あれかな。確かに、ちょうどね、こっちのディスプレイと一緒、あの、フィリップスのディスプレイも表面に貼ったんですよ。まあ慣れなんだろうけどな。うまく貼れてね、気泡も入んないし、ホコリももちろん、神だからね、プロ、プロだから、フィルム貼りの。だから、埃は入んなくていいんだけど、やっぱ光沢にしとけばよかったかな。目がね、チカチカしないね。目がチカチカしない。表現が古くて申し訳ない。あの、目がチカチカしない感じする。ちょっと、明るさ上げてみようか。うん。今ね、バッテリー駆動の状態で今、マックスは。明るさにしたんだけど、こんな感じね。こうやって見ると写真みたいな、写真が貼ってあるみたいに見える。横から見るとほら、横から見てもこんな感じね。横、正面、横、真横、真横でも見えてるでしょ。ほらすごいね、真横。ほら、真横ここです。トゥトゥル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 、写真が貼ってあるみたいだよね。無事貼れてよかったです。保護シートが貼ったんでしょ、保護フィルムね、粘着面側にもちろん。それがね、最初どっちなのかもわからないし、剥がしづらい。
せめてこう剥がせるこうきっかけの何か工夫をしてもらいたいな。の癖高いからね、サマーサプライさん。の癖ね、サマーサプライさんのその系列電機さんに置いてあったこの MacBook Retina ディスプレイモデルの15インチの3種類あったんですよ。3種類あった中で一番高いやつ。でもだよ、この、なんだ、反射うんぬん抜きとして、前回買ったやつのが正直良かったと思う。あとは好みの問題ですね。反射、映り込み防止、こう反射防止のタイプがいいのか、クリアタイプがいいのかっていうのは、個人の好みだと思うんで、そこはまあ、よくあえて触れませんけど、まさか入ってたってことない。こんだけ文句言ったれといて。はい。ちょっと文句のようになって、文句というかね、素直な意見を述べさせていただきました。はい。本日ご紹介したのはこちら。MacBook Pro Retina Display、モデル用の反射防止タイプの液晶フォーフィルム、サンワサプライさんの、商品のご紹介でした。ではまた、ムッチ TV のムッチでした。チャンネル登録もお願いします。